いいは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 いありがとうございます。ご質問の方お願いします。では大崎選手よろしくお願いします。お願いします。最近結構首相撲の練習やってるんですか？そうですね、結構やってます。ね、今や戦ってるライブでは首相撲はありませんけども、やっぱり役立つものってあるわけですね。まあそうですね、体の強さだったりとか体幹の部分で強くなるところもあると思いますし、まあ、次の試合は首相撲もありのルールなんで、まあいい練習になってます。やっぱり今回 ISK のオリエンタルルールのタイトルマッチということで首相撲を取り入れてるわけですね。そうですね、まあもともとムエタイでやってたのもありますし、まあ、首相撲ありのルールなんで、まあ、使える技は何でも使っていった方がいいかなと思います。今回 ISK のタイトルマッチということで5ラウンドじゃないですか。はい。その部分は意識されますか？そうですね、まあいつもよりも多いラウンドではあるんですけど、まあいつも通り最初から倒しに行こうと思ってます。で今回舞台はライズのエルドラドですけども、2年連続エルドラドに出てるじゃないですか。はい。何か前回の思い出っていうのはありますか？そうですね、まあこれだけ大きい大会に呼んでいただけるっていうのはなかなかないと思いますし、まあすごい光栄なことでもありますし、まあそこで、まあ、タイトルマッチをやらせてもらえるっていうのはすごい
まあたくさんの人が見てくれると思うのでいいアピールになるかなと思います。やっぱりビッグイベントの大会場で自分のタイトルマッチが組まれるってのはやっぱりちょっとモチベーション違いますか？そうですね、やっぱり大きい会場だと練習とかもすごいですし、まあ本当にたくさんのお客さんとかも来てくれてすごい盛り上がる大会だと思うので、まあ、そこで試合ができるというのはすごい光栄ですね。大崎選手も気がついたらもう成績50戦超えてるじゃないですか。そうですね、もうだいぶ、まあ、ベテランもベテランの成績になってきたなと思いますね。50戦超えてもやっぱり大会場とかタイトルマッチになると武者振りしたりプレッシャーかかったりする部分ってあるんですか？プレッシャーとかはそんなにいいですけど、でも、まあ、大きい会場でもちっちゃい会場でも、まあ、どの試合でもそうなんですけど、やっぱり緊張は未だにしますね。で、今回挑戦者のジラリー選手はどうですか？だいぶ研究はされました？そうですね、やっぱり本当に背がでかいっていうでサウスポーっていうので、まあ、今すごい対策練習もしてます。挑戦者と同じような体型の練習パートナーを呼んだりもしてるんですか？いや、呼んだりとかはしてないですけど、まあ、うちのジムにも、まあ、体重は違いますけど、まあ、身長で言ったら奥山とか小川誠也とか、まあ、近い身長の相手はいるんで、まあ、そういった後輩とかに、まあ、対策練習一緒に付き合ってもらいながらやってます。対サウスポーって部分はいかがですか？そうですね、まあ、今回含めて3試合連続でサウスポーなんで、まあ、ちょっと、まあ、慣れてきたというか、まあ、今までやってきた対策練習も、まあ、今回の試合にすごい生きると思いますし、まあ、そういった部分では、まあ、前回も前々回もサウスポーでやってるんで、まあ、結構いいアドバンテージになるんじゃないかなと思います。分かりました。大崎選手、非常に関連付けられる志郎選手と田村選手のタイトルマッチもあるじゃないですか。はい、そうですね。そっちの方は気になりますか、やっぱり？まあ、結果は気になりますけど、まあ、自分の試合もその前にあるんで、まあ、その試合にとりあえず集中して、まあ、勝ってからっていう感じですかね。今はもう全然考えてないです。ちなみに今、軽くでいいんですけど、この白対タモルはどんな感じになりそうだと思います？いや、結構難しいですね。やっぱり、まあ、どっちもすごい2人とも技術あるんですけど、まあ、タモル選手も勢いがあるんで、まあ、どっちが勝つかなっていうふうなところが正直な感想ですね。では、まあ、大崎選手の話に戻りますけど、大崎選手は今回のタイトルマッチでジラリ選手をどういうふうにこう攻略して、どういうふうに倒したいっていうふうな気持ちでいますか？そうですね、まあ、本当に早いラウンドで下からどんどん削っていって、で、前回の、ベスト KO 賞いただいたんで、まあ、今回もそれを狙う技を用意してるんで、それで最後決めたいと思ってます。ジラリー選手の懐に入る自信も満々なわけですね。そうですね、まあ、普段の練習からそういう練習すごいしてるんで、まあ、そこら辺はもう全然大丈夫かなと思います。わかりました。代表から以上です。はい、ありがとうございます。他ご質問のある方。すいません、日刊スポーツの千葉です。お願いします。よろしくお願いします。全然知らなかったんですけど、そちらタイということでよろしいんですよね？いや、いや、ここは日本の美味しいジムです。タイにいると思ってしまいました。すいません、ごめんなさい。日本のジムです。あ、
なるほど。今、体調とかコンディションとかご自身の、体の状態はどのような感じですか？そうですね、まあ、疲労はあるんですけど、まあ、結構いい練習ができてるんで、まあ、これからどん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 まだ少し時間があるんでさらに仕上げていって、まあ、試合当日は、まあ、本当に強い僕を見てもらえたらなと思います。まあ大会入る前まではいろいろ対戦相手のこととかで、ちょっとありましたけど、もう完全に、ISKA の方に全集中してるっていう感じですか？そうですね、本当に今はもう相手のことしか考えてないんで、そこでどういう勝ち方をしてっていうところにしか意識いってないんで、まあ、本当に今回の試合のために今練習をしてます。まあ、エルドラドで、対抗戦も、5試合、やられますけど、はい、それに比べてこう自分の試合をどういう感じにしていきたいみたいなのはありますか？まあ、そうですね、まあ、対抗戦に限らずですけど、やっぱり全試合の中で一番目立つ KO をすれば、まあ、対抗戦、まあ、僕出しても、まあ、絶対ライズが勝てるなっていうふうに思ってもらえると思いますし、まあ、またベスト KO 賞本当に取りに行くんで、まあ、そこを楽しみにしててほしいですね。はい、僕すいません不勉強で そちらのジムに行ったことないんですけど、そこは大石ジムさんでいいんでしょうか？そうですね、大石ジムです。名古屋にあります。名古屋の、なるほど。首相撲なんかを弟さんとこうやられると、力関係なんていうのはどういう感じなんですか？力関係ですか？ちょっと多分見てもらってたと思うんですけど、はい、本当に結構いい勝負で、まあ僕が勝ったり負けたりとかっていう感じなんで、はい、まあ、それが本当にすごいいい練習になるというか、まあ、毎回毎回、まあ、後期には勝つっていう気持ちでできるので、はい、まあ、すごいいい練習パートナーでもありますね。なるほど。じゃあ結構もう一番なんていうんですかね、身近でめっちゃ強い、一番のライバルだみたいな感じなんですかね？いや、そうですね、本当にちょっと手抜いたらすぐやられちゃうんで、まあ、毎回全力でやってます。なるほど。まあちょっと前に聞いた話ですと、お兄さんとしてのこう威厳もこう見せていきたいみたいな話をされてましたけど、やっぱりその辺は大会に出場した時にはこうすごく気持ちの中にあることなんですかね？まあ、そうですね、やっぱりただ勝つだけじゃなくて、やっぱり勝ち方もすごい大事だと思いますし、まあ、そういったのは、まあ、弟の後期当日セコンドにもついてもらうんですけど、はい、まあ、いい勝ち方をして、まあ、後期に、まあ、見せつけるじゃないですけど、まあ、そういうふうなのができれば、はい、まあ、もっと後期も気合入ると思いますし、そしたらまたその試合を見て僕も余計気合入ると思うんで、まあ、そういったいい関係かなとは思いますね。はい、なるほど。あとちょっと話題から多少外れちゃうんですけど、はい、田丸選手が去年、MVP と、トーナメント優勝で合計1300万円を手にしたということがあったんですけど、はいはい、金額を見て、尾崎選手はどう思われましたか？いやまあ悔しいですよね、まあ、僕が、まあ、そこで勝てば、はい、まあ、もらってたかもしれない金額だったので、ね、まあ、悔しいですけど、はい、まあ、本当にここからの僕を見といてほしいですし、うん、まあ、またやるようなことがあれば必ず勝つんで、はい、まあ、そこは負けられないですね。なるほど。今年もでもそういうトーナメントあればいいですね。そうですね、やっぱり結局今すごい盛り上がってるんで、はい、またトーナメントやれば全然盛り上がると思いますし、まあ、やってほしいですね。じゃあ今年はそういうので、田村選手が去年取ったような感じで大崎選手がこうお金の面でも狙いに行くみたいな感じになっていくんですかね？まあ、そうですね、まあ、一番はやっぱり結果だと思うんで、まあ、そこにお金がついてこればいいかなと思います。なんか大崎選手はこう見てるとこうすごい求道者っていう感じがするんですけど、道をこう求めていく
感じがするんですけど、はい、あんまりこうお金というよりはもう俺が強いのを証明したいっていう感じなんですか。まあそうですね、まあ、お金ももらえればもちろんそっちの方がやっぱりいいですけど、はい、まあ、でも負けたくないっていう気持ちが結構やっぱりあるんで、まあ一番はそこですかね。なるほど、わかりました。じゃあちょっとあのエルドラドでもあの強いところを見せてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたらすみません、最後あの皆様にメッセージをお願いします。はい、3月17日は ISKA の防衛戦になります。まあすごい背の高くてやりづらい相手だと思うんですけども、まあそういった相手をまあ豪快に倒して勝つんで楽しみにしておいてください。応援よろしくお願いします。